ありふれた盛んの、ガンダムオンライン、第18回、今回は何もしてないのにユニオン族に蹂躙され、居城を失ったかわいそうなジオン族の慣れの果てで、スラムの居住権をかけた戦闘をしていくよ。まさかの2週連続超高コストデッキ。今週もラーメンの消費量がやばい。ジオン族がボコボコにされるお話は前回の動画を見てね。再生数を稼ぐためなら悪魔に魂だって貸し出す。これこそ正しい駆け出し動画配信者。まだこっちの世界の未練があるから悪魔で貸すだけ、貸すだけですよ悪魔さん。それじゃ、今回も最後まで。ゆっくりしていってね。クールタイム管理の関係上いきなりラスボスのジオダンテ。前回ボコボコにされた怒りで全身真っ赤になったよ。赤というよりピン。真っ赤です。あ、はい。ジオダンテはいつも通り障害物の裏側に隠れてるユニオン族をバッサリしていくよ。至るところにジオダンテが。ジークジオンさんやつんりしすぎだな。もしかしたら並列世界を交差するよくわからないゲームなのかも。ここで勝ったジオダンテだけが生き延びられる的な。頑張って生き延びても一服先はユニオン族に狩られる運命。最初のあれはなかったことにして、前人は魔術師キュベレイが務めるよ。最前線に魔法色が出てくるってバランス悪いパーチだな。実はこのキュベレイ、フリッツフルメ欲しさに回したガチャで、ちょっとおまけみたいなもので、ほとんど使ったことがないんだよね。フリッツフルム目当てで出現環境だと何言ってんだこいつ、ってレベルだな。で、テスグは、百式キラーとしてものすごい期待されてたんだよね。ぶっちゃけこの攻撃、三属性とか関係ないと思います。は、この光は、回復呪文ズビーって、は、キュベレイ復活でメデューサか、ヨットの段差を超えられず復活する中国、かっこいいな。まだ復活したばかりで、新しい体に慣れていないのだ。しばらく攻撃魔法、ファンネル、で戦闘した後、先持ちの戦闘集団した、ユービルズは、どういう対して戦果は上げてないが、クールタイム犬としては大活躍だったな。次に出撃するのは、ナイトバウ。この動画がアップされる頃には、超強化されて連邦を滅亡させてる予定。怒らないから本当のことを言おうか。実は編集中に水曜日が来てしまいまして、ハイネガじゃねえ、いやいやハイネガだって、ハイネガに決まってる、と、約束された勝利の盾ビームが、まさかのガンダム5号機の腕ビーム互換で大爆死するなんて、でも私はバウ使いますよ、かっこいいわ正義。なんやかんや言っても360ビームライフルでそこそこ戦闘できてる印象。この子ビーム種だしね。ムービルフィは、だけで戦う剣士。魔法剣士、強そう。魔法といえば、フクロウの杖はどうした？ちょっと待って、こいつ倒してから、倒されてからの間違い。まあいいや。投資ダブルデータ多すぎ、バグ技で増殖でもしてるんじゃなかろうか。さっきの質問に答えてもらおうか。フクロウの杖なんて、悪鬼頭上で落とす。魔法ばっかりに頼るのも良くないと思ってきてました。後で始末書な。レジェンダリーアイテムを紛失して始末書で済むんだ。で、さっきから黙々と手裏剣を投げてるこのデカブスは。ジオン族一の剛腕、得意技は超痛い手裏剣攻撃、な投資ドライ戦。野生味あふれるパワーが持ち味だよ。このジオンさんもだん、どいつもこいつも飛び道具しか持ってねえ。剣や斧でチャンバラなんて、もう宇宙世紀だよ。唐突に原作設定の方へ戻っていくスタイル。一番拠点はすごいヤバい雨が降ってるから、ちょっと雨宿りし。突然の強打が大変な衣装。
一時撤退。狩り中のパーチに食べられたモンスターの末路は、経験値とゴールド。コンスコン王、我らの無念を晴らしてくだされ。俺はまだお支度の途中だ、私が出よう。お前は、俺のジムライトアーマー。戦火に巻き込まれ、自命も家族も失った私ゴフラー。何回1週間では済まなさそうなレベルの運気がありそうな感じだったけど。ここもまた、兵士たちの全滅を見込む現状という名の鍋の底であった。そういうわけで、うつ主にはラーメンを召し上がっていただきます。アハハ、一日でカレーとシーフードと醤油全部食べちゃった幸せー。ようやく修理、いや治療の終わったジオダンテ出撃。3番にちょっかいかけてくるスーパーガンダムを倒した後、スーパーガンダムって言うけどネタの機械がガンダムってはないんだよね。おかんがプレステもネオジオもジャガーもファミコンって呼ぶのと同じ感覚だろ。ジャガーがある A のおかんはその全てを区別できると思う。ジオが出てきたということはやはりトツかトツなのか。とりあえず一番付近の敵を入場の連携攻撃で倒して、次に一番付近の敵を撃ったらすでに倒されてて、お前はもう死んでいる。このタイミングで言ってもただの死亡確認だね。その後下にミノがかかったから、おそらくしているであろう柵持ちを倒して柵を削りに行ったよ。お、ダブルキング。アトラスを狙っただけなのに巻き込まれた人か。どうやら柵はしゃぐれずしまいだったようだな。入らなければいいのです、入らなければ。今回ラーメン食ってばかりで全く届いてないもんな。配下の際のダンが不甲斐ないばかりに。まあ、ファンもダンもお前が動かしてたんだがな。それにしても今回、ジオらしくない戦い方だな。以前さんもダンが入院中なのと、そろそろ隠るタイミングだからジオを無駄遣いできないのとで、こんな感じになってるよ。ただこの格は私が出したものじゃないから、勝手に動かせないので、様子見中だよ。しばらく待ったけど、格突の指示が来る前に中央が押し込み始めたから、そろそろブンブンしてくるよ。ゲージは僅差だから、攻めた以上ある程度削らないと赤字だぞ。終盤中途半端に突して KD 負けする、ジオにあるある。まあでも確定ジオで祈ってるフルアーマーダブルデータやら戦車ケツやらをボコボコにできたら、それで私は満足なのです。ジオに対する憎しみ高すぎて正直っす。拠点の目の前まで来たけど、HP 切れで終了。どさくさで北に持ち込まれた柿も水際で阻止された模様。でも一番から流れ込んだ友軍が D を殴れたみたい。50人分のスタンドプレイが絡まり合って思わぬ結果になる。ジオンあるあるその2。一番からの突も来た柿も、特に指示があったわけではなく全て個人の判断で実行された模様。せっかく逆転できたんだし、あとは守り切って勝ちたいところ。で、マジックスキュベレイは慣れない近接戦闘をしていたらバーゴムにギリギリされて終了。ガンダム外伝だとバーゴムって、大体ジオン族のキャラだよな。最後はバウで出撃して、下の箱で小規模戦闘。意外とバウが戦えててびっくり。動画編集中に、さらなるバウの強化が発表されたね。シールド耐火抑制文字が増えて、タグリングの連射速度アップだよ。まとめると、トベルダー角。380コストでやることかと言われると微妙だが、最高コスト2体でも最前線に出た瞬間一瞬で溶ける現環境が、苦しているという話もある。もう2個くらいで半目買った時も即溶けしたし、このゲームでタンカーって機能しないもんね。タンカーするにはサンダーボルトジム並みの異次元的硬さが必要になる。下の箱から出られないから、真ん中通ってきたネズミ挑戦。まあレーダーあるわな。レーダー置いてる人にポイントあげないとね。時間もないし、バレてようが構わず突撃するしかないな。
騎士道には反するが使うしかなかろう。自軍本拠点 Z の防衛をお願いします。まあ防衛言えねえ。リングライフルに吐くか。ティムシュだから一応黒字だな。こんな感じでジオン脅威の団結しない団結力で逆転勝利。両軍ともお疲れ様。カウンターアタックガチャチケの50戦参戦分が手に入ったからちょっと回していきますよ。我ながらすごい引きだなぁ。機械が欲しでは課金する。これ常識よ。それじゃ最後までご視聴ありがとうございました。